はい、こんにちは。今日はうちの GB250 クラブマン、ずっとね、このカフェレーサーっていう形でいろいろカスタムしてたんですけど、まあ、ちょっと先日遠出をした時にやっぱりこのセパハン結構やっぱり疲れるなっていうところと、まあ、私自身がセパハンが結構やっぱずっと好きで、これしか乗ったことがもうほとんどないんですね。もちろん試しでいろいろ乗ったことはあるんですけど、自分で所有して持ってたっていうのはもうほとんどセパハンだったので、まあ、最近、スクランブラーだったりとか、ブラッドスタイルとかっていうので、もうちょっとこうハンドルの上に上がったようなこういうスタイルも流行りであったので、まあ、実際こういうものをつけたら、まあ、これでもクラブマンに似合うんじゃないかなと思って、まあ、やってみたらどうかなというので、まあ、一回つけてみます。まあ、多分戻すと思うんですけど、一回ちょっとつけて比べてみようと思います。クラブマンですね、お店ではセパハンにするの難しいんじゃないのって言われたんですけど、実際はこのヘッドライトのこのステーですね、ここのステーが純正は上と一体型になってたんで、それだとセパハンがここに入らないです。それとこのトップブリッジ、純正ここにポストがありますんで、このトップブリッジ、この2箇所変えれば普通にセパハンがついたんで、まあ、今日はこの辺のステーとかまで変える必要はないので、もう単純にハンドルだけを少し高いものトップブリッジ変えてやってみたいと思います。ちょっと前に他の動画でやったんですけど、グリップ外します。後ろはほとんど乗りついてないんで、引っ張れば取れちゃうと思うんですけど、取れましたね。次にメーター外します。全部一回外したらトップブリッジつけたいんですけど、このシリンダーのところだけトップブリッジの後ろから止める形になっているので、これを先につけないと後で取り付けできなくなっちゃいます。ハンドルについてるものを移植します。新しくつけるハンドルに通します。この段階では通ってれば後で取り付ければ大丈夫です。位置を見たいんでそのまま反対側行きます。部品忘れずに全部通したら大体の位置を見たいんで、もう
ポストにハンドルをつけちゃいます。これで完成しました。まあね、やっぱバーハンドルになってトップブリッジの分上がりましたんで、かなりこうポジション的には高い位置になって乗りやすくなったんじゃないかなというふうに思います。